ました。イルカとアシカとエノスイトリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずにトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。よし行くよ、こっちこっち、おいで。こんにちは、ひびこです。よし手に出るかな。こんにちは、元気いっぱいのね、若い女の子です。ひびこ上手に触れたね。で、ひびこはね、とにかくトリーターと遊ぶのが大好きで、ショーがない時間もトリーターと遊びたくてしょうがないとき、すごい大きな声を出してね、トリーターを呼んでくれるんです。ね、じゃあそのひびこの声を今日は皆さんに聞いてもらおうか。じゃあ、返事してね。いくよ、ひびこ、聞こえました皆さん。とっても、ね、大きな声で返事してくれました。よかったよ。遊ぶのが大好きなので、キミコと遊ぶときにはね、キミコがいろんな運動ができるように考えてますね。こんな首を振って遊んだりとか、くるくる回るのも得意なんですね。待って、いやー今日もいい感じで、今日はキミコだけじゃありません。他にも2頭の仲間が遊びに来てくれて、今のキミコのね、かっこいい動きみたいないろんな動きを合わせてダンスを踊ってみようと思います。じゃあキミコ、後から来る2頭を呼んでみよう。一緒に呼ぶよ、マミー、ライラー、はーい。さあ、よし、行くよ、こっち。よし、ライラーも行くよ。さあ、皆さん見えてきたよ。おいで。お待たせしました、マミーでーす。こんにちは、ライラーでーす。ひびこ、お待たせ。待ってたよ。お待たせ。僕のパートナーはマミーって言います。実はね、マミーはこうやって僕が初めてコンビを組んだアシカなんですが、最近はね、あんまりコンビを組んでなかったので、ちょっとね、今緊張してます。で、最初コンビを組んだ時、一緒に立ち上がることできなかったんですけど、一緒に練習してできるようになったので、やってみたいと思います。よし、マミ、一緒に立ち上がれるかな。よっ、おっ、体重が90キロくらいあるけど、できましたね、初めて会った時はできなかったけどね、嬉しいね、ありがとうね。大丈夫？降りてる？よいしょ、バッチリだったよ。上手になってるよ、2人でやってね。最初本当できなかったですよね。ねえ、ねえ、ありがとうね、よかった。皆さん、ライラはこの2頭とは種類が違います。南アメリカオットセイと言います。小柄なので簡単に今のやってみるとホイって登れちゃいます。身軽ですね。そう、すごい身軽。ここからちょっとなら歩ける。後ろ足が可愛いね。そう、頑張って歩いてくれた、ね、今とか池水さん、ライラさん、心なしか毛が乾いてない。なんか見えます、毛がね。さっきまでお昼寝してたみたいで、プールから上がってたんです。そしたらふっさふさになりました。あれだよね、毛が乾いてるライラ、すごい触るとふさふさなんだよね。そうそう、すごい柔らかくしてるよね。で、ひびこ、さっきとってもね、上手に首を振ったんですけど、マミ、はい、首振りできる。首振りできますよ。マミこんな感じです。ちょっと小刻みかな。ちなみに、可愛いってさっきまで寝てたライラできる。はい、ライラの首振りは、こんな感じ。ぐるぐるぐる。細かい。細かい。ワンちゃんみたいな。ちょっとみんなと違うね。違いますね。じゃあ皆さん、ちょっとね、今、ライラとヒミコとマミがこの首振り見せてくれてましたけど、それ以外の動きもね、これから音楽に当てて、先ほど言っていたダンスを踊ってみようと思います。じゃあ2頭とも今の首振りもダンスの中に入れるから、わかりました。よし、頑張ろうね、マミ。よし、じゃあヒミコ、みんなでダンスやってみよう。レイラー、いくよ。いくよ。いきまーす。さあ、お辞儀からスタート。みんなで。はい。はい、オッケー、できた。じゃあ次は回転、足形力いくよ。ワンレイ、一人だけ、一緒に行こう。一緒に、はい、もう一回転。さあ、ライラ寝起きの割にはなかなかいいね。寝起きだからいい。
ったね。最後に可愛く決めてくれました。じゃあひみこ先にマミとダイラで帰ってるね。あ、また遊びに来てね。ありがとうございました。よし、じゃあ僕たちも帰ろう。またね。ありがとうございました。バイバイ。さあ皆さん、ここからは今度はイルカやクジラたちが登場します。まず最初に来てくれるのはサラです。じゃあひみこ、サラのこと呼んでみよう。大きな声でジャンプで来てくれるから一緒に構えて。さあ、影がゆっくり見えてきたよ。ひみこ、一緒に手を上げて紹介しよう。ルイとミュウ。ジャンプで来てくれてます。まずはルイとは秋山。さあ、次に来てくれる子はひみこ、花コントだぞ。じゃあ、くるっと回ってから花コントよ。ピーの川上で来てくれました。まずはスミ。さあ、最後の子もジャンプで使ってくれるから最後立って紹介しよう。最後に来てくれたミレリー、左側でジャンプ。バトラーのトリーターは加藤君。皆さんこんにちは。ここからはイルカたちの番です。ミレリー、こっちも来て。ここだよ、ここ。ガイリー。じゃあ加藤君、みんな戻ったとこで、はい、僕とひみこは帰るね。バイバイ。バイバイひみこ。さあ、ミネニーの妹が先にやってきてくれました。さあ、張り切ってますね。ね、この時間ね、やる気に満ち溢れた目してる。もう目がクワッて開いてる。本当ですか。姉ちゃんのミネニーちょっとやる気がありません。さあ、そしてタワーさんのルイと、そしてユウもやってきました。リーダーも到着しました。さあ、ロートも到着したから息合わせるよ。さあ、みんな行けるかな。 OK です。みんなで息合わせて、せーの。揃いました。ちなみに今度はステージの松崎さんと遊んで。ありがとう。さあ、パワーがすごい量の水しぶきあげてくれてます。すごいね、動きにキレがある。最近これできるようになってきたんですよね。そう、僕と一緒に練習して、この真ん中のジャンプ、皆さんに水しぶきをかけられるように練習しました。よいしょ。すごくね、この水しぶき上げるの得意です。で、こういったことって初めからはできません。毎日ね、練習しているんです。いろんなことを練習して伝えていくんですが、今日はここにいるミュウに何かやってもらいます。では、ハヤさん、今日どういうことやってみますか。はい、今日ね、今ミュウと僕と、あとね、もう一頭、ルイ、これね、3人で練習していることがあるんです。それは、ミュウとルイで動きをね、シンクロさせるっていう練習をね、しています。どんなことかっていうと、口先で水しぶきを上げてねっていうのがあるんですけど、そのタイミングを2頭で全く同時に上げてもらうっていう練習をしているんです。じゃあ、ルイ君、力入れるかな。一緒にやってくれる。これね、回数が多ければ多いほどずれてきちゃうので、今日は3回連続で水しぶきを上げるタイミングが同じだったら練習は成功です。これで2頭がお互いのことをよく見て動きをね、合わせてくれないとね、できないんです。じゃあやってみるよ。同じタイミングで水しぶき上げていくよ。お互いのことよく見てね。はい、まずは1。あー、ちょっと今ね、お互い探ってましたね、タイミングをね。あれ、ルイやるのか、あれ、ミュウはやるのみたいな感じで、ちょっとお互い探ってました。しっかりお互いを見てくれています。もう一回いくよ。はい、さあ、どうかな。さあ、どうかな。まず、ルイしかやってない。ルイしかやってない。
持ち回りとして1お湯取りぞ2お湯取りしろ3回目ちゃんと立てて今ちょっとミューが早かったちょっとミューが早かった皆さん厳しくいきます厳しくいきますすごくね、厳しかったです皆様は優しいんですがジャスト狙いますジャスト狙います今ぐらいだとちょっとね、ミューが早いもう一回、あと頑張ってよく見てはいまず1回目いいぞいいですね、これいいですよ2さあ、そして最後1回目3どうちょっとミューが早い気がするけどさっきよりはちょっとね、間が詰まりましたありがとうございましたオッケー、今のよかったもっとね、間が詰まるようにねやっていくので今日はこれで終わりにしますありがとうございました人と仲良くまた練習しようね皆さんちょっとね、トリータ厳しいなと思ったかもしれませんですが、イルカたちとはね、僕たち会話ができないのでちょっとでも甘くしてしまうとイルカたち、それでいいんだと思っちゃうんですだから、ここはね、ちょっと僕たちも心を鬼にして厳しくすることで、きっとたちどんどん合っていくようになっていきますまたね、ぜひその姿を見に来てくださいさあ、次はこういったイルカたちの動きを音に合わせますこれはね、その時のイルカの調子を見極めてうまく合図を出さなければ音に合わせられません4つ順番でいきますまず最初今日元気いっぱい活躍してくれている澤と森田からいきますはいジャンプやろうかなと思いますさあ2番目は花ゴンドウミーナとスミで右ですくるっと回ってみますで2番3番目がユウと羽田ですはい僕の手に胸びれをタッチしてくれる握手をタイミング合わせますそして最後を決めてくれるのはその隣ルイと秋山のコミルイはかっこよくスピンジャンプを決めてもらいますでは皆さん本当に合っているかどうかよく見ててくださいまずはサボですジャンプでココみんな答えてくれました次はリーナオールはい初めがジャンプでしたさあ2位はどうかタッチ遅い最後はルイですという形による連続パフォーマンスですどのペアの息が合っているかまたは外してしまうかよーく見てください次に指を前に出しますジャンプして指を前ですこれが返事をしているという合図になっていますいきましょうクラップして指を前次は2回ずつクラップ2回で指差しも2回です上の方が立っている方も一緒にいきますよこれやってない方の方が目立ちますからねいきますよでは次から本番ですまずは1回ずつからクラップしてこの後です聞こえました？演じをしてくれていますいや次は2回ずつ